ナイトストライカー。ナイトストライカーは、1989年に、対東が稼働したアーケード向けの大型筐体ゲーム。疑似 3D 表現を用いた、シューティングゲームである。ディレクターは、パパラ回答こと会、道剣人氏。略称は、ナイスト、ゲーム誌、ゲーメスト市場で行われた、第3回ゲーメスト大賞にて、大賞8位を獲得、ゲーメストムック、ザ。 ベストゲームの人気投票では4位を獲得した。コックピット型の専用筐体に乗り込み、据え付けられたアナログレバー以下操縦桿を用いて、次期インターグレーを操作し、操縦桿や筐体についた2つの攻撃ボタン、人差し指で押し引き金型と、親指で押すボタン型でレーザー弾と、ホーミングレーザー弾、敵方向へのレバー入力と同時に、 親指側の攻撃ボタンを使い分け敵を撃破する。各ステージ最後に出現するボスを倒すか、ボスタイマーが例になって、ボスが消えるまで逃げ切れば、ステージクリア。時期のダメージは、シールド制になっており、敵弾、ミサイル、敵や、特定の障害物との接触でダメージを受け、シールドが一つずつ減る、一部例がやり。ステージクリア時に、シールドが一定数増える。 増加数の標準設定は1で、ティップスイッチで0から3の範囲で選択できる。シールドレイの状態でダメージを受けると時期が破壊され、ゲーム王となる。なお、時期が破壊された後爆発するまで、多少時間があるため、時期が煙を吹いている状態でも弾を撃ち敵を倒す、ことは可能である。ただし、これでボスを倒しても復活はしない。ステージは A から U までの個存在し、 クリア後の通路の分岐によって次のステージを選択できる。通算で6つのステージをクリアするとエンディングが流れてゲームオーバーになる。マップと同様に分岐する全6ステージ。時期、インターグレーの名称はゲーム開発者が当時乗っていた自動車のホンダインテグラから名付けられた。ナイトストライカーの専用筐体は国内出荷数が極端に少なかったと言われており、 国内総生産台数304台とのことである。慣れているプレイヤーほど操作系で工述するホーミング弾を打つ操作を多用するため操縦桿を何度も左右に激しく揺らし、プレイすることが多く、これが各種パーツの劣化を早め故障を誘発する。さらに稼働開始からすでに30年近く経つ古いゲームでもあるため多くの筐体は廃棄あるいはコレクターの個人所有物となっており、 日本国内のアーケード店舗で純正筐体に搭載して稼働しているケースはほとんどない。なお、ハム用アップライト筐体にスペースハリア用の操縦管付きコントロールパネルを取り付けるといった特殊な方法を使って稼働している店舗は今でも国内いくつか存在する。過去にはソーラーアサルとコナミ1九9七年稼働開始の筐体がほぼ同じインターフェースを使用していたため、 この筐体を改造して稼働させていた店舗もあった。行方不明となっていたレーザー工学の世界的ケニー、リンドベリマスカ博士が東洋を拠点とする謎の組織に、マナ娘真理と共に囚われていることが分かった。しかも、それは近年アジアで多発するテロ事件と何らかの関わりがあるらしいのだ。国連特務機関情報部は事件の詳細を探るために、諜報員を派遣、だが、 帰ってきた者は一人としていなかった。わずかに、その組織が秘密工場で特殊な武器を開発しているらしいという漠然とした情報だけは手に入ったが、事態の重さを知った特務機関長官、ディック・ダグラスは、マスカ博士を救出し、組織を壊滅すべく、特別行動隊に出動を命じた。歴戦の勇士を集めたエリスグリの精鋭たち、特殊な装甲車を操り、 不可能と呼ばれる作戦を次々と成功させる最強のコマンド。それが国連特務機関特別行動隊、通称ナイトストライカー。点灯用フライヤーより一部抜粋。21のステージはいくつかのタイプに分類される。ステージ分記事に表示されるステージ分類は以下の通り。なお、すべてのステージで作戦が同時進行している設定を持ち。 特定の最終ステージでは全作戦が成功した合図が送られる。BGM はズンタタノマールこと高木雅彦が作曲。発売年の第3回ゲームスト大賞ではベスト VGM 大賞で第3位。翌年の第4回ゲームスト大賞のベストアルバム大賞でベスト VGM 大賞で1位を獲得したグラディウス3伝説から神話へマイナスを抑えて、 ダライアス2とのカップリング版で1位を獲得している。ゲーム誌、ファミコン通信のクロスレビューでは5.44.4の合計17点、万40点、プレイステーションマガジンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は以下の通りとなってり、18.4点、万30点となっている。ゲーム誌、サターンファンの読者投票によるゲーム通信簿での評価は、 以下の通りとなっており、19.1点、満30点となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。